バンクスタウンはオーストラリアニューサウスウェールズ州にあるサバーブである。シドニー中心業務地区の南西約20キロに位置する。シティオブ、バンクスタウンの中心である。ヨーロッパ人が居住を開始する以前はバンクスタウンを含むカンバーランド平原は森林に覆われていた。おそらくユーカリが覆っていた。アボリジニはヨーロッパ人の寝室を快く思っていなかった。 しかし、1816年にヨーロッパ人の進出を阻もうとしたアボリジニのリーダーが殺害されたり、収監されたことで、彼らの抵抗が終わるとともに、アボリジニ人口の減少へとつながった。1795年、マシュー・フリンダースとジョージ・バスが、ジョージズ側のさらなる調査を行った。二人は、当時のニューサウスウェールズ植民地総督である、ジョン・ハンターに報告を行った。 ハンターは自身でも植民地のための調査を行い、バンクスタウンを設立することとなった。町の名前は1770年にジェームズ・クックと共にオーストラリアを探検した博物学、植物学者ジョゼフ・バンクスにちなんでいる。1814年のグレート・サウス・ロードを川切りにインフラが整備され、郵便局、学校、メソジスト派の教会、警察署と建設され、 町の形を整えていく。1895年、バンクスタウンを中心とする地域は地方公共団体として成立し、最初の市長にはバンクスタウンの地方公共団体の請願活動に従事したジョゼフ・ジェームズ・クーパーが就任した。1907年にはベルモアとバンクスタウンを結ぶ鉄道の建設が開始され、2年後には開通する。また、この鉄道は、 20年後の1927年には、電化され、インフラの整備がその後も、進展した。インフラの整備に伴い、1980年、バンクスタウンを中心とする地域は、市政を宣言し、シティオブ、バンクスタウンとなった。バンクスタウンセントラル、ショッピングセンターバンクスタウン中心業務地区は、バンクスタウン駅を中心に展開する。バンクスタウンセントラル、 ショッピングセンターはバンクスタウニ駅のほど近く駅の北東側に位置し1966年に開業した。拡張を続けるショッピングセンターは2006年の改装後にはスーパーマーケットチェーンウールワースとその子会社であるビッグ W を含む1000以上の商店が入るモールへと変化した。道路はサウスウェスタンモーターウェイ AM5 にほど近い。鉄道は シドニー CBD と郊外を結ぶシティレールのバンクスタウン線が通っており、バンクスタウン駅が設けられており、すべての電車が停車する。バンクスタウン駅は周辺のバスのターミナルとなっており、シドニー北部、南部、西部でバスを運行しているトランスデブ NSW によるメトロバスが乗り入れている。このメトロバスとは主要ターミナル間を快速運転するものであり、 バンクスタウニ駅には、リバプールからバーウッドを結ぶ M90 系統、パラマタからハーストビルを結ぶ M91 系統、パラマタからサザランドを結ぶ M92 系統の3系統が乗り入れる。それ以外にも、複数のバス業者がバンクスタウニ駅を起点に、複数系統を運行している。ABCDEFG タイムラインオブバンクスタウン。 バンクスタウンシティライブラリー2014年4月5日閲覧ありがとうございます。